はい、皆様こんにちは。姫野トーミークリニックの姫野でございます。本日は亀戸にありますアクアメディカルクリニックにお邪魔しております。今日のゲストはですね、アクアメディカルクリニック院長の寺田武先生です。寺田先生は消化器を専門でいらっしゃいますが、診療の傍らですね、アスリートとして活躍されてるんですね。しかもトライアスロンというなかなかハードな競技でございます。通称アイアンマンと呼ばれております。本日はアイアンマンになる秘訣、これを伺いたいと思っております。寺田先生、お忙しいところどうもありがとうございます。もう先ほどまで診療していらしたようで、お伝えのところ申し訳ございませんが、本日はですね、勝利を導く栄養サポートと、この YouTube でございますので、よろしくお願いいたします。では質問参ります。トライアスロンはいつ頃から始めましたですか？僕、そもそもバスケットボールを中高大とずっとやってたんですよね。大学までやってて、でも当時はいかにサボってかっこよく見せるかみたいなことばっかりやっていたので、まさか自分がこのエンデュランス系のスポーツにどっぷりハマるなんて、それこそ当時一緒に練習してた友達とかが聞いたら、絶対びっくりすると思います。サボってばっかりじゃないか。で、当時大学の看護婦さんたちをこう捕まえて、4人1チームぐらいこう作って、駅伝大会みたいなの参加してたんですよね。その駅伝大会参加してる時に、勝ったチームが焼肉、食べられるみたいな、負けたチームがおごるみたいな、わーなんてやってたんですけど、全然楽しくなくて、ちょっと距離伸ばそう、10キロ、20キロ、ハーフマラソン、で最終的にフルマラソンやった時に、終わった時に本当につまんなくて、ただ単に疲れるだけで全然つまんなくて、自分自転車乗れるな、しかも泳げるな、これトライアスロンできるんじゃないかなと思って始めたのが2010年、そうですね、震災の前の年ですかね、2010年にトライアスロンを始めて、当初は短い距離だったんですけど、だんだんその距離が伸びていって、今はアイアンマン 3.8 キロ泳いで180キロ自転車乗って、最後フルマラソンっていう、もう頭おかしい、よくわかんない競技にどっぷりハマってます。そうですね、トライアスロンは NK 細胞活性が下がるので免疫力が落ちると言われておりますけども、でも元気ですよ、全然元気です、大丈夫です、僕は証明してますから。そうですね、みんなそしたらね、ご覧になっちゃいますからね、楽しくないのにどうしてやってるんですか？でもやっぱ本当に毎年毎年いつもヨーロッパの方にレース出る、転戦してるんですけど、そのスイムの始まる前は、ふわーってみんな入っていくんですけど、ずっとこうやってやって、生きて帰れますよ、生きて帰れますよ、本当毎年やってて、でも始まって5分ですかね、何やってんだろう、俺何やってんだろうって、ずっと15時間ぐらい、ずーっとその、でもやっぱり最後ゴールする時の、アイアンマンって書いてある赤い絨毯を走り抜けるんですけど、両脇完成バーンって上がって、ババババってやって、もう自分がヒーローになったかのように走り抜けていってゴールした時の You are an アイアンマン、あなたはたった一人のアイアンマンですってゴールされた時にはもうしびれます。もう1年間それこそ10年以上練習してきたのが全部その辛い練習も吹っ飛ぶぐらい、なるほどですね、それでもやめられないんですよね。ドーパミン出るわけですね。ゼータエンドルフィンも出てますよね。全部ですから、アスリートはあんな苦しいことやってでもやめないんですよね。一旦引退して引退してもまたもう一回復活するんですね。快感がたまらないんでしょうね。そうなんですね。先生、その数々の競技に出られて、実はたくさんメダルをいただいているらしくて、ちょっと拝見するでよろしいですか？同じような恥ずかしいんですけども、結構。いやいや、もう、すごいですね。こんな綺麗な、アイアンマンって書いてます。先生、まだあるんですか？まだまだ、こんなにいっぱい。こんなにいっぱい。いっぱいあります。すごいですね。これ、毎年、やっぱり出られて、フィニッシャーと書いてますけど。そうですね。こっちはハーフアイアンマンなので、半分の距離ですけど、こっちはフルの。フルで。僕じゃなくて、上にもまだ。いっぱいあるんですけど、もうこれを見てまた快感ですよね。そうですね、それもあった時には、これもあった時にはね、ということで、いっぱい見せていただきました。先生、ありがとうございます。ちゃんとそうじゃないですよ。で、これからも続けていかないんですけども、それってでも疲れないですか？レースはですか？レース、レースやったもそうですけど、レース以外にももちろん練習もされますから、練習も疲れますよね。それは疲れますね、やっぱりね。でも
なんか例えば自転車のバイクの練習しに行くときも、僕は青梅の方まで行って車で行って、それでバイク組み立てて、はい、反応秩父行ってこう帰ってくるってコースを大体毎週やってるんですけど、はいはい、その時に何だろうな、あのトレーニング辛い練習しに行くんだけれども、車の中往復1時間半3時間ぐらいあるんですね、はい、その時でも車運転するしかないから、はい、いろんなことを考えられるんです、はい、でバイクも坂登ってって何してこれしても、はい、もう運転してるしかないからいろんなことを考えられるんです、はい、その時間って僕には本当に大事な時間で、はい、いろんなアイデアが浮かんできたりとか、うん、次帰ったらこれやろうとか、明日仕事の時これやろうっていう、そういうところがすごくあったり、あと一つね、パワースポットが僕あるんです、反応に。そこに行って毎回お祈りしてくるんです、はいはいはい、いや、話で言えないんですけど、お祈りして、はい、世界の人類が平和になりますよねって話されるんですけど、はいはい、そういうことを言ったところのパワースポットでエネルギーもらうと、はい、なんか本当辛いんですよ。もうだいたい 1000m ぐらい登るんですけど、坂をね。でもうそれで追い込むと口の中が鉄の味がしてくるんです。え、それはもう鉄なのか、出血してるのか、出血してる、微妙に粘膜が出血する鉄の味がしてくるっていう、はい、そういうのもなんとなくやめられない。まあ頭おかしいですよ、アイアンマンやってる人おかしいと思って、でも自分一人の時間になれるって本当にないので、はいはい、普段生活してると、はい、僕にとっては貴重ですね、はい、あとはレース出た時のその興奮度とか、はい、そういうのですね。あ、なるほどですね、はい。あの先生、ね、運転してる時とか自転車走ってる時はもういろんなこと考えてらっしゃるとおっしゃってました。それで実はあの私自転車通勤なんですね。はいはいはい、はい、であの毎日自転車を乗ってる時間って実はずっと考えてるんです。ですよね。そう。寺田先生何聞こうかなとかですね、うん、今度の原稿タイトル何しようかとずっと考えてるんですよ、うん、でも決して道間違いませんけどねで私あれセロトニンが出てるのかなと思ってるんですけど、あのリズム運動してるので、なるほど、ちょっとセロトニンが出てるんだろうなと思うんですよね。だからじーっとこうやって考えてもちょっと前では出ないんですけど、自転車乗り出すと、あ、なんだこうすればよかったじゃないとかって、あ、そんな考えたことなかった。確かにそうですね、はい、タンタンタン、そうリズム運動なんです。もう走るのもそうですし、自転車もそうです、泳ぐのも全部リズム運動ですから、その間セロトニンが出てるので、それで頭の中それなりにクリアになってますよね、はい、女性ですと編み物なんかね、あれもね、もうあの単純作業をずっとできるのはセロトニン状態だと、はい、思っております。そうですか。いや、それであの私なんか運動しますよ、やっぱりその翌日疲れが残るんですけど、先生疲れが残らない、残らないことはないです。だって僕も54ですよ、はい、いつも波平と同じ、あ、そうですね同い年なんですよ、はい、いやー疲れ残ります、はい、でもやっぱりその辺のところは普段からちゃんとした正しい栄養と、はいはい、まあ、サプリメンテーションしてると、はいはい、まあ、比較的同い年の人よりは残らないかなと思いますけど、やっぱり残ります。そうですか、うん、その10年前と比べたら全然やっぱり違います、ね、はい、なるほど。そこでこの分子栄養学が役に立つというところなんですよけども、あの先生、あの消化器ご専門でいらっしゃるんですけども、まあ、一方ではその栄養療法ですよね、うん、分子栄養学も非常にやってらっしゃるので、はい、そう、これを学ばれたきっかけというのは、あ、まさにあの本当に運動なんですけど、やっぱゴルフも当時開業するとき、医者になったときか、はい、医者になった後ゴルフをやってたんですけれども、はい、まあ、あと凝り性で本当にグリップ変えたりとか何いろいろ変えたりしたり、はい、やったりしてやってたんですけど、それもうまくいかないと朝晩練習行ったりとか、抗生剤じゃないんだからみたいな、朝晩こう行ったりこうしてたりして1日2回みたいな行ってたりして、でもやっぱり、うん、あるところまで行くんだけどそれ以上超えられない壁があって、なんか面白くないなっていうところで、まあ、さっき言ったトライアスロンに出会って、はい、それも凝っちゃった。でも当時は10年以上前ってインターネットもあんまなかったし、はい、本もトライアスロンの本って全然なかったんで、もう自己流しかないと、はい、聞いたことしか、あの自分に実践するしかなかったですから、はいはい、その時にあれもしかして食い物かな、やっぱり栄養って重要なんじゃないかなと思って、その当時調べてみたら、あの細胞、環境デザイン学、細胞環境デザイン学の山田豊文先生、はいはいはい、もう それこそアスリート業界スポーツ業界で有名ですね、はい、そうですね、白鵬もね、はい、白鵬の断食、初めて相撲を取り断食したとか、はいはい、それこそ猪木さんの糖尿病の話とか、はいはいはい、そういったところも本当にアスリートにとってみると神様みたいな先生で、はいはい、そこを一番初めに支持したのが初めて栄養療法きっかけでしたね。だいぶあの山田先生の講義も受けられた、はい、
そうですね、京都まで行って、はい、やってきましたね。先生、ファスティングされるんですか？しました。して今は最近してないですけど、はい、当時はやってましたね。だからシーズンが大体夏に僕レースやるので、レース終わった後あまりトレーニングしないから、そこでファスティングがあって、うん、で、ファスティングは大体まあ3日やるんだったら、まあ、3日3日で、まあ、9、9日ぐらい準備期間と回復期でやったりするんで、まあ、そのレースが終わった後、あと大体月に1回ぐらいマラソン大会出るので、そのマラソン大会の後トレーニングしないから、うん、ほんとファスティングやってっていうのを大体月1ぐらいで年6回ぐらいはやってましたね、はい、今もやってないですね、うん、先生もともと実証でらっしゃるんでしょうかね。体質的にはね、はい、ファスティングができる方はほとんど実証の方なので、巨匠の方はちょっとなかなかファスティングになるとかえって見た感じ巨匠じゃないですよね。実証ですよ、ね、はい。でも、さっきの拝見してですね、とてもお顔のツヤがよろしいので。出たってかな、はい、いや、うん、なので、普通の58でした。54です。58で、はい。54歳の方と比べると、全然お肌がやっぱり違いますよね。はい、ありがとうございます。という、このお肌の日、はい。女性にしてみてもね、男性もやっぱり、ね、綺麗な方がいいわけですから、はい。はい。ドクターがね、やっぱりね、あまりこう肌が荒れたりするとね、患者さんも先生大丈夫ですかとか言いたくなっちゃいますけど、はい、先生みたいに綺麗な方でしたらば、患者さんも、先生なら、ご自身みたいに綺麗になるかもしれないって言って、患者さんから集まります。ありがとうございます。はい。